スズ・エドワード・セバスチャンは、アメリカ合衆国の警察官、政治家である。25代目ロサンゼルス市警察本部長、30代目ロサンゼルス市長などを歴任した。所属政党は、民主党を。1873年3月30日に、ミズーリ州、カーミントンに手生を受ける。カリフォルニア州には8歳の頃に移った。ベンチュラ郡の牧場で暮らし、 後に管理人を務めた。ロサンゼルスに移った後は、鉄道作業員を経て、市清掃局に採用される。1900年4月24日に、ロサンゼルス市警察に非常勤警察官として採用され、同年10月16日から、常勤警察官を務める。アーサー・シプリアン・ハーパー市長の時代には、チャイナタウン班ンに所属。1911年、 ジョージ・アレグザンダー市長によって市警察本部長に任命された。当時37歳だったセバスチャンは歴代最年少の本部長であった。1913年、セバスチャンは中国系移民論イエップを LAPD の警察官として採用した。これはチャイナタウンを担当する警察官だがネイティブの中国人を必要としていたことが理由とされる。 ロン・イップは全米初の中国系警察官である。風紀対策に注力した末、警察本部長としては初めて市長選の候補者となった。彼は選挙前から様々なスキャンダルに巻き込まれていた。市長選数ヶ月前には、セバスチャンが身体障害者の不老者を撲殺したとして対立候補が訴訟を起こした。その訴えが取り下げられた直後、 未成年の飛行を助長したとして、風紀敏乱の容疑で逮捕された。愛人リリアンプラットが16歳の妹、エディスセキンを連れたままで、セバスチャンとの密会を重ねていたとされた。結局、この件でもセバスチャンは、無罪とされた。選挙前日には、何者かがセバスチャンを銃撃した。発射された2発の銃弾はいずれも命中していなかった。そして選挙当日、 セバスチャンは当選直後に逮捕され、自らへの指示を煽るべく狂言暗殺を企てたとして訴えられた。ただし、この訴えもすぐに取り下げられている。彼は警察本部長時代にも警察車両を使って愛人とのデートを楽しんだと言われている。就任から1年後、彼が愛人に宛てて書いた手紙を彼の妻が新聞社に持ち込み、 彼の不倫行為が新聞紙上で暴露された。ある手紙は、夫婦での市外旅行中に書かれたもので、この年老いた夫妻ババばではなく、君が一緒ならよかったんだが、などと述べられていた。その後、セバスチャンは離婚し、さらに辞職を余儀なくされた。短い任期の間、サンフェルナンドバレーの大部分や、ウェストサイドをはじめとする、辺境地域との合併を主導した。辞職後の一時期は、 ガソリンスタンドで働いていたと伝えられる。また、脳卒中を起こした後には、愛人のプラットが彼の車椅子を押していたのを目撃されている。その後は、牧場で静かに暮らし、1929年4月17日に死去した。遺体は、カリフォルニア州シルマーのグレンヘブン記念公園にて埋葬された。ありがとうございます。